きチャンネルよっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、今回は DeNA ベイスターズです、はい、DeNA ね、はい、今年は昨年のギリギリ優勝できなかったのをなんとか優勝、98年以来の、はい、多分来てると思うんだよ、はい、でも B クラス予想だからね、俺は。あ、そうでしたね。そう、え、なんでですか、なんでだっけ。ん、で広島が台風の目になって、でも分かんないよ、うん、このまだあのキャンプオープン戦見ながら、ひょっとしたら、うん、あれ DeNA 強いな、うん、って思う可能性あるから、はい、まあ、最後にならないと分かんないですよね。そう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 。でもまあ崖っぷち選手でいうとね、はい、坂本だね、ピッチャー先発の、うん、そっか、今年26歳、はい、去年ね、うん、俺はいいと思ったのよ、うん、キャンプ見て、はい、おお、いいんちゃうかと思ったら、去年15試合登板、はい、9先発、うん、0勝5敗。あ、一勝もできなかったんでしたっけ。そう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 、そうで今年もちょっと打ち込まれてんだよね、はい、だからちょっと頑張んないと、うん、ちょっとピンチちゃうかっていうね。そうですね、この期待されてるうちにね、これ何回も言うけど、このね、うん、崖っぷち選手では、はい、期待されてるうちに頑張んないと、うんうん、期待されなくなってくるからね、はい。でなんかそのキャンプ見てて、いろんな関係者の話聞くとね、うん、このね95番の石川達也、はい、今年25歳、うん、育成ドラフト1位で横浜法政大学から DeNA に入ってきたんだけども、はい、なんかちょっと期待値が高いらしいね。へえ、この石川選手が。佐藤さんは直接は見てないんですか。あ、見たよ。見ました、うん、あの練習試合で、はい、あ、そうなんやと思って、うん、今年かなり期待してるって言ってたから、はい、こういった選手が出てくるわけじゃん、うん、はい、見た感じどうだったんですか。見た感じ、まだ俺にはその1試合でよく分かんなかったけどだからでもそうやって言われたらちょっと注目して見立つからね、はい、うんうんうん、あれなんだけども、でしかもよ、はい、東はね、うん、怪我からの復帰で、うん、あ、去年やってるんで今年ってくるわけじゃんね、はい、でそしたら先発ローテでいくとね、うん、今永、はい、ね、浜口、うん、で、上茶谷、うん、ガゼルマン、はい、で東とかね、うん、京山とか、はい、そういったところがね、うん、先発ローテーション入ってくるわけだけどもね、はい、あと石田か、うん、ね、まあまあ6番手争う感じじゃんね。そうですね、うん、そうなると結構人はいますからね。でそういったね、もっと若いやつからの、うん、左ピッチャーとか、うん、同じね期待値が膨らんでいくと、うん、チャンスがなくなってくるからね、はい、だから今年ちょっと一発バシッと、うん、そこそこの結果を残さないと、うんうん、ちょっと危うくなってくるね。そうですね、自分のポジションがね、うん、やっぱ一昨年こうちょっとギュッて出てきて、やっぱ去年ってすごい期待されてましたからね。まあそう、期待されてチャンスあるうちにね、うん、出さないと本当にプロ野球界すぐチャンスなくなっていくからね、はい、で続いてはね、はい、平わ健太郎選手、怪我で、そうそうそう、怪我で、そうそう、右肘手術して、そうだそうだ、で育成になって、うん、でまた去年試合勝ったって帰ってきて、はい、でこの前投げてたの、はい、復帰登板で、うんうん、だから まず正直出力は弱いのよ、うん、球の力とか変化球のキレっていうのは弱いけども、うん、まあ、でもこれを投げ出す第一歩として考えたら、ここでうまくこうね、はい、復帰からいい感じでいけたら、うん、まあ、右のサイドなんてそんなにいないしね、うん、で怪我する前はね、うん、結構いい立ち位置にいたから、そうですね、だからここでね今年グッて出てくる平とかが本当入ってきたら、うん、まあ、開幕からっていうのは難しいかもわかんないけども、交流戦明けぐらいからパッと出てきてハマったら、それは DeNA 上に行く可能性十分あるから。おととしかその前から一時期ものすごいいいところにいましたよね。そう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 、だから俺なんてクロスピで平の A とかまだ持ってるからね。わお、ひょっとしたらまだ来るんちゃうかっていうね、はい、ところでは、だからそういったところでね、してほしいな、まあ、崖っぷちっていうか、まあ、今年10年目だからね、うん、まあ、今年ね、この復帰、まあ、焦らないでほしいけどね、ぐ、うんうん、っと頑張っていってほしいなっていうエールも込めて、はい、この優勝するために平が夏場ぐらいからハマると面白いなっていうところではね、うん、まあ、今年は勝負かなっていうね。そうですね、本当、うん、怪我からね戻れないっていう方も中にはもちろんいるわけだったので、ここでね、うん、復活のためにいい活躍してほしいですね、うん、であとはね野手、はい、強打だね。わー、移籍してきて、まあ、移籍してきて1年目、うん、でまあショートは毛利とかね、うん、まあ、ヤマトとかいる中で、はい、まあ、ハマらなきゃいけないわけじゃんね、はい、今とかまだ俺は見た時宮崎とかがまだ試合に出てないから、うん、でマクとか侍行ってるし、うん、サードとかでも出てたけど、だからここは強打がね、はい、だから強打で柴田、うん、田中俊太、これも3人は崖っぷちだね。
でももうポジション的に、うんうん、だってもうファースト外、はい、セカンド牧だったら、うん、ショートしかないわけよ。そうですね。でまあ森使いたいさ、うん、でベテランの安定した山と、はい、ってなったらもうポジションなくなるからね。ないですね。もうね、じゃあ牧の守備固めに行くかとかなってくるし、うん、誰か怪我したらってなってきた時に、うん、何気に、まあ、教団も移籍してきたからチャンスはあると思うけど、はい、うん、あとは宮崎の守備固めでサードとかね、はい、だからそういう便利屋的なポジションになる可能性あるから、2番手サバイバルみたいな、もう、そうそうそう、下手したらもう1軍サバイバルみたいな、うもう1軍に入れるかどうかになってくるから、うん、まあ、でもまだショートもカチッとはまってるわけじゃないけど、やっぱ森山とのアドバンテージは高いと思うのよ、はい、だってほぼほぼもう空いてないからね、うん、DeNA なんて、うんうん、ポジションがね、はい、ショートぐらいだからね。でもそれでも大和と森がいるから、うん、ほぼほぼどこも空いてないからね、うん、まあ、オースティンのね、はい、復帰がどうなるのかっていうところはあるけども、うん、そう思うとそうですね、うん、かなり、ね、結構本当に今後が危うい崖っぷち選手ってことになりますね。そうそうそう、本当野球人生、うん、もう大勝負の年になる、はい、この3人、はい、うん、今まではもっとチャンスあったけどね、うん、チャンスあったけども牧を取ってきてハマっちゃって、うん、どん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 ハマってくるから、うん、そのチャンスあるうちにポジション確保しないとどんどん取られてね、うん、居場所全くなくなってくるからね。掴む人は一瞬で掴むわけですもんね、牧選手みたいに。やっぱドーンって活躍したら、うんうん、あとはなんか上里はどうですかって言われたんだけど、はい、もうずっと崖だからね。あれ去年も言ってました。そう、はい、でももう外野も厳しいぞ、うん、ね、最近だって海老名とかね、はい、ああ、そうですね。あと楠本とかもそうだし、楠本選手も結構いいところで打ったりってありますからね、うん、そこら辺にチャンスがね、うん、いってるからね、はい、上里もまあ、まだ崖にいるけどね、はい、なかなか厳しいよな。だって佐野、藁、大水だからね、はい、そこがちょっと強すぎますからね。梶原とかもいるしね、うん、なかなかね枠がないですね、うん、っていうところはあるよね。でもまあ上里もそうだけど、もうポジションないから本当に頑張っていかないと、本当に野球人生の勝負だからね、はい、あと太田もいるからね、外野はね、うん、太田がまたいい働きするからね、うん、まあまあでもね、そっか、勝負ですね、うん、結構ね、そうそう、いいって言われながら結果出していかないとね、うん、なんか DNA が固まりつつあるからね、はい、メンバーがね、うんうん、でも何気にまあ層を厚めするには、神里が2番手に控えて何かあったら行ってってなると、まあ使い勝手はいいけどね、うん、正直ね、はい、だから1軍から居場所がなくなるってことは、よっぽどのことがない限り、うん、よっぽど打たないとか、うん、これはちょっと2軍で調整必要なっていうのになったら行く可能性はあるけども、うん、そこら辺が安定して控えてたら、うん、チームとしては強いけどね、はい、でも本人としたら2番手に甘んじるとね、うん、さっきも言ったこう京田、柴田、田中なんかもね、うん、2番手に甘んじるとつまんないじゃんね、はい、だからそこら辺ではまあ本当にもう人生最後の大勝負になる可能性はあるね、はい、そのぐらいの覚悟でやっていかないといけない、ね、わけですね、うん、はい、じゃあ袴さんの応援枠、はい、応援枠、うん、私も超個人的応援枠、静岡の選手じゃないでしょうね、あの選手じゃないでしょうね、2人一応、あ、そうだ、2人いるんですけど、1人はもう私の後輩ですよね、うん、はい、池谷投手、うん、あ、もうすぐ言うと思ったいや、まあ、今のところ、うん、あの高校社会人で、うんうん、今年3年目になると思うんですけど、うんうん、まだなかなかこう試合にはちょっと出してもらえてるんですけど、うんうん、なかなかちょっともうこうピリッとはしてない感じなので、うん、今年こそリリーフでちゃんとこうポジション掴んでほしいなっていう、もうリリーフ熱いよ。いや、そうなんですよね、リリーフやっぱ熱いですか。熱いよ。三島もね、怪我から復帰して今いいピッチングしてるっていう情報も入ってくるし、はい、伊勢でしょ、はい、で三島でしょ、はい、で山崎康明でしょ、うん、入江でしょ、はい、で、まあ、平田とか、うん、でエスコバ、田中ケッチロー、うん、橋本っていうのもいらっしゃいますね。いますね。で森原ね、はい、え、リリーフ左どのぐらいいます？結構あれですか。左はエスコバ、はい、田中、はい、この2人でもかなり強靭だよ。そうですね池谷投手もこの左っていうところでちょっと食い込んでいきたいなっていうところはあるんですけど、うん、橋本これね、あの慶応ね、はい、うん、あールーキーのですか、うん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 、いやちょっとでも何試合何試合、2年連続6試合しか投げてないんですよ、うんうん、だせめて25試合ぐらいでられるように頑張ってほしいね、なってほしいなっていう、うんうん、あともう一人、うん、これあの将来的にめっちゃ期待してる人なんですけど、うんうん、小深田選手、うん、小深田ひろとじゃないです、小深田大地の子で親戚、
新戦力じゃないらしいんですよ、これが。そうなん、そのドラフトで入った時に、うん、いやこれ小深田博人選手の方の、うんうん、親戚かなって誰もが思ったんですよ、うんうん、全然関係ないみたいで、履正社だからね。そうですね、小深田大地選手、うん、あの吉田正尚選手に弟子入りして、うん、自主トレとかやってたらしいんですけど、うん、やっぱ結構パンチ力もあるし本当に将来性がある選手だなと思っていて、うん、今年はさすがにポジション空いてないと思うので、うん、いつ来る？どうかなと思うんですけど、サードとかファーストなので、うん、いつ来る？将来的にはもう横浜の主軸です。何年に、それ何年に来るの？待って今でしょうじゃないんでしょ。サードファーストでしょ。いつ来るの？今でしょうじゃないんでしょ。いつ来るの？2年後でしょ。いやいや頑張って遅い。いやいや十分でも、だって今年20歳だからね。そう、まだ20歳なので、この3月でね。だ今年1軍デビューをし、おー、いいね、ちょっと存在感を出しつつの、うん、来年再来年あたりでブレイクするって私は踏んでます、うん、いいね、はい、だ今年ちょっと注目したいですね、うん、まだ一軍デビューしなかったですよね、うん、してないですよね。じゃあ見とこうね。なんか評判とかもいいんですよね。そうだ、でなんか昨年2軍でね、2割7分、うん、2割7分5厘ね、はい、なんか評判もいいらしいんで、じゃあ注目しましょう。頑張って、はい、2年後でしょ。2年後大活躍で